どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。おいやめろって、荒竹、お前が強いってのはもう分かってるから。悪かったよ、別にガンつけてたわけじゃねえって、もうみんな認めてるよ、お前が聖戦中のトップだってこと。じゃあそろそろ挨拶しに行くかな。誰にだよ。聖戦中伝説のトップ、竜巻の城鬼と呼ばれ行くされた城川直哉だよ。待ちに待った放課後だぞ。今日は確かメガネコデーだよね。早く行こうぜ行こうぜ。なんなら走るかこの野郎。よし、それなら競争だ。ついてこれるかお前たち。何を負けねえぞ。あらたく、他人の空にだ。白鬼があんな三頭身だったはずがない。何か落としてったぞ。とりあえず追ってみようぜ。お帰りなさいませ、ご主人様。ただいま。おい、なんだあのメルヘンな店は。あれってあれじゃないですか、メイド喫茶ってやつ。半端ねえオーラだ、とても入ろうなんて思えねえ。やっぱあれは同姓同名の他人。今日はお前のおごりだよな、シロヤン。え、はあ、何言ってんだ黒達。おい、あの呼び方。だからシロヤンが。俺が。じゃあやっぱりあれが。ふざけやがって。今日はミサちゃんバイト休みだからあれだな。やるか、スピード最速伝説特訓。もうすぐメイドラテのポイントもたまるからな。今度こそミサちゃんと写真を。助けてください。え、あ、白川くんにサラシナくんに黒崎くん。何やってんだ副会長。やっぱり副会長かこれ。相変わらず女みたいだな。お前本当に男か。男ですよ。これは無理やり女装させられて。雪村、何も言わずセーラー服を着てうちに遊びに来てくれ。は？意味わかりませんよ。萩本の母ちゃん、彼女くらい作れってうるさいんだって。だから女装して萩本の彼女ってことでな。頼む。というわけで。でさ、スピードの極意ってのが。待ってください、助けて。ああ、何をどう助ければいいんだよ。俺たちも忙しいんだよ。とにかく着替えたいんです。生徒会室から僕の服を取ってきてください。知らねえよ。そんなこと言わないでお願いします。いいじゃんそれ、可愛いよ。お前によく似合ってるって。可愛いよか。ん、ずいぶん甘ったるいこと言うようになったんすね。あ、ああ、ちょっとお借りしますよ先輩の彼女。可
返して欲しかったら俺と勝負しに来てください。聖戦中の伝説のトップ白鬼として。ああ、いたか。いや、どこにも。母ちゃんには今日連れて行くって言ったのに。何やってるんだお前たち。おおっと、俺燃えないゴミの分別しなきゃ。おっと、明日のお昼の校内放送の原稿を書かなきゃ。うん、なんだこれは。会長。薄い。会長が脱がせた。バカ、何言ってる。そんなわけないだろ。言ってくれればいつでも俺の制服脱がせてあげたのに。だから私じゃないと言ってるだろ、変態薄い。どういうの。ん、何かあったのか会長。なんだこの微妙な雰囲気。副会長がさらわれたんだけど。は？あら、すごいね。あの制服は雪村のだったか。会長、雪村は無理やり。だから違うと言ってるだろ。で、そいつら何者なの。中学の後輩だな。何人か見たことある顔だったし、白鬼とか言ってたから多分そうだろうな。あ、なあ、それ何なんだ。白鬼って白やんのこと。そうだぜ、恐れ入ったかこの野郎。へえ、伝説ね。なんだその反応の薄さ。聖戦中がそんな軟弱な不良ばかりとは知らなかった。ああ、どういう意味。まあ不良っつっても母ちゃんが怖いからもう喧嘩しないって足洗っちゃう程度だし。お前知ってるだろう、うちの母ちゃんの怖さ。確かに直視すると殺される気がするけど。じゃあ喧嘩するつもりはないんだな。っていうか今から遊びに行きたい。コスプレプリクラとか。却下。一応雪村を助けに行かないとな。一応って。意外と普通の中学だね。ああ、てっきり砂嵐の中にあるような学校かと思っていたが。どんな学校だよ。でも俺らが卒業してから不良が減ったって話らしいぜ。ああ、そうなんだ。で、雪村はどこにいるんだ。あ、知らねえよ。俺も知らない。わかった。その立てた親指を折ってほしいんだな。え、やれ、さらしな。しろやん、殺す。俺にはできないよ。学校の前で何騒いでんの、恥ずかしいんだけど。葵ちゃん、もしかして葵ちゃんこの学校に通ってちゃ悪い。っていうか早くどっか行ってよ、変に目立ってるから。葵、これは葵赤之助くん14歳、会長の幼馴染だっけ。そうそう。付き合ってられないな。あ、ねえ、ちょっと聞きたいことはあるんだけど。そいつなら知ってるよ。3年の荒竹って人でしょ。最近目立ってて不良グループの中じゃトップとか言われてる。まあ不良なんてほんの一部だけど。やっぱどこかで見た気が。葵赤之助くんだろ。全国人名コンテストとかに出てたんじゃね。僕が入学する前はすごい数の不良がいて団結力も強かったらしいけど、今はバラバラに揉めてるっぽいよ。どっちにしろ問題じゃないか。学校は何をやってるんだ。まあまあ、それより今は雪村のことが先じゃない。もう随分日も暮れてきたし。秘密基地。誰かいませんか。どうして僕こんなことになってるんですか。どうしよう、身動き取れないし、カバンも携帯も学校だし、それにもしかしなくても僕絶対女の子って勘違いよ。うっ、あんま乱暴すんなっつったのに。あの動くな。逃がしてやるつもりはね。待ってください、ちゃんと話を。用があるのはお前じゃない。おとなしくしとけば何もしねえ。いや、だから話を。俺の目的は白鬼だけだ。あいつだって女を人質に取られたら昔みたいに。だから勘違いしてるみたいなんですけど、僕は女じゃなくて、ほら中身はちゃんと。バカ何やってんだ、ぶっ殺されてえのかこのアマ。だからアマじゃなくて。女が簡単に肌見せんじゃねえよ。それにさっきから気になってたけど、
女が自分のことを僕とか言うんじゃねえよ。私が嫌ならせめてあたいって言え。とにかくここでおとなしくしてろ。あたい男なんですけど。たく、心当たりがあるなら早く言えよ。いやだって秘密基地だったし、秘密にしないと。これがまた近所でも評判の不良のたまり場でさ。それなら秘密になってない基地じゃないか。大丈夫なの会長、そんな柄の悪いところに堂々と乗り込んで。そうか、制服だからな。また聖火高校のイメージを損なう噂が流れる危険性があるか。じゃあ今から帰って着替えてくるわけ？それでまた集合だと夜中になっちゃうし、もうほっといて帰れば。というかこれってもう警察に頼んだ方がいいんじゃ。大丈夫だよ、俺たちがあそこに行けば全部丸く収まるから。とにかくレッツゴーだぜ。あ、おい、だから制服のままだと。たく、もうしょうがないな。だったら、ん？会長はメイド様、続きはこの後すぐ。やっほー。ああ、ミサちゃん人形だ。いいな、いいな。うるさい。はーい。気安く触んじゃないよ。あたいを安く見てもらっちゃ困るね。何言ってやがる、こら。ちょっと追いだが過ぎるんじゃねえのか。おい、その雨に何の用じゃ。そいつはわしのじゃ。しばってくれ。なんだ、文句あるならタイマン張るか、こら。ちょいと待ちな。その雨はうちのもんだよ。夜が上がって。ごめん、噛んじゃった。はい、カット。何やってんのよ、そんな簡単なセリフで。ごめん、芝居とかあんまり経験なくて。っていうか何なんだよこれ。ヤンキーごっこよ、見てわかるでしょ。これなら何かの撮影のために集まってると思われる。つまり誰の目も気にせず堂々と不良の巣に乗り込めるでしょ。そうか、あえて小芝居する必要なくね。っていうかどこからこんな衣装を。それよりやっぱどっかで見た気が。うるさいわね、ガタガタ文句言ってんじゃないわよ。とにかく早くスッキリさせて帰るの。なんだよ白やん。何でもねえよ。懐かしいからって照れんな、恥ずかしいやつ。白鬼また増えたのかよ、ヒーローフィギュア。今度のはレア物なんじゃい。絶対に触んな。パス。またかよお前。それで中へはどうやって入るんだ。早く雪村を助けないと。お姉ちゃん。鈴の会長の妹。姉がいつもお世話になっています。もしやどなたかを締めに。違う、ちゃんと見ろって。撮影だよ撮影。うん、面白そう。私もラスボス役とかで出てみたい。いいから鈴奈は帰れよ、危ないから。じゃあ鉄砲玉の役とかでもいいよ。いや、そういう話じゃないから。じゃあこれ差し入れ、商店街の福引きで当たった冷凍餃子。そんなのここでどうやって食べるのよ。冷凍餃子は侮ってはいけませぬ。マイナス60度の瞬間冷凍で肉と野菜の旨味を一気に凝縮させたそのお味は中華の三つ星レストランに劣らぬ評判で、一度食べたら後に思う。荒竹さん、やっぱ来ないんじゃないですか。あの人が白鬼とかって言われてたのってもう2年前までの話っすよね。なんだこいつ、泣いてんぞ。弱え。さっきの異性はどこ行って。何やってんだてめえら。ああ、やっぱうちの生徒だ。うるさん。いじめかっこ悪い。何言ってんだこいつ。気にすんな、言いたいだけだから。これ卑劣な悪役め、かかってこい。ああ、んだとこれ。俺も言いたいだけだから気にすんな。ざけんな、ぶっ飛ばしてやる。ほら、何ぼーっとしてんだよ。ヒーローがやってきたんだぞ。もっと感動しろ、この野郎。あの人は絶対に来る。やっと帰ったよ。長えよ、餃子のうんちく。さすが会長の妹、ただものじゃねえな。美少女だし。とか言ってる場合じゃなくて。そうそう、早く雪村助けに行かないと。そうだった。わあ、ミサちゃん、何これ、自主映画の撮影。店長。ほら、葵ちゃんも一緒なんだ。これがシナリオ、見せて見せて。わあ。また邪魔が。ヤンキーものか。やっぱりそういう学園ドラマだったらあのセリフが欲しいわね。俺たちは腐ったみかんじゃねえってやつ。腐ったみかん、どういう意味だ。
そりゃ果物は腐りかけが一番美味しいって意味だろう。ポー、俺たちまだまだ青い果実だぜ。でもミサちゃん、そういう格好も似合うわよね。普段とのギャップがまたたまんないかも。ギャップ萌えってやつ、いいわいいわ。そうだ、次のイベントヤンキーデーってのもいいかも。男性のお客様は兄貴と呼びして、女性のお客様は姉さん。ほのかちゃんとかきっとノリノリよ。エリカちゃんもハマりそうね。なぜこね、ビビっちゃってるんじゃないですか。卒業と同時に現役を引退宣言して姿くらませたくらいだし。高校で締められるの怖かったって噂っすよ。やめとけよマラ。荒竹にとって白川さんは偉大な先輩なんだからよ。強くなりたいだ。メソメソ泣いてる奴が言うんじゃねえよ。そうだな、方法としてはとにかく暴れろ。ほらバカに聞くだけ無駄だぞ。おい黒達。まあ本能で暴れて異常に強いから竜巻の四郎になんてダサい異名があるんだけどな。こいつはかっこいいだろうが。竜巻を起こしたらと思うほどの凄まじい戦いっぷりなんだぞ。かっこいい。お前俺んとこ来いよ。やっと帰った。雪村まだ生きてるかな。早く助けに行かないと。いたいた、美咲。鈴菜ちゃんから聞きました、自主映画の撮影ですか。また早く終わらせて帰りたいのに。私たちにも手伝わせて。記録係でしたらお任せください。いや手は足りてるから大丈夫だよ。映画研究会から小道具を借りてきました。ドスト拳銃です。血のりもたっぷり。いやそういう話じゃないから。機長、俺たちにもお手伝いさせてください。鮎沢塾の方たちですね。ぜひエキストラで出演を。戦闘員 A で構いませんから。じゃあ俺は戦闘員 B で、戦闘員 C で、戦闘員 D で、戦闘員 E で。いやだから違うと。美咲ち、あんた呪われてるんじゃないの。一年のお前らは知らねえだろうけど、白川さんはすげえ人だったぞ。バカみてえに強えし、一回切れたら俺たちじゃもう抑えきれねえ猛獣みたいでさ。俺ら仲間のことだってよく気にかけてくれたよ。じゃあなんで卒業したらそれっきりなんすか。姿くらましたって、つまりもう関わりたくないってこと。ガタガタうるせえ。てめえらに何がわかる。やっぱりお前にトップは無理だな。お前もうるせえ。てめえいい加減にしろよ荒竹。雪村はどこだ。ここに来るまでだけでげっそり疲れた。雪村助ける体力まだ残ってる。おいこっちだぞ。てめえがそうやっていつまでも過去に執着してっから、みんなバラバラになっちまったんだぞ。んだと、どういう意味だこれ。お前が強くなったのは認めるよ。でもな、それだけでトップが務まるわけねえだろ。いきなり仲間割れか。おー懐かしいな。イエーイ白川さん、ソファーもテーブルもまんまだな。うわでも汚い。ちょっと片付けろよ。つーかなんだこれだけしかいねえのか。ずいぶん寂しくなっちまったな。よくそんなことが言えるよな。おい喧嘩を吐く。ストップ会長。薄いこら話せ。大丈夫だよ。ここにいる奴らにとってはこういう方法でしか言いたいことを言えない場合もあるんだ。ただの喧嘩にしか見えないかもだけど、こいつらにとってはこれが会話なんだよ。まだまだ体が覚えてるもんだな。こういうのは久々だったけど、つーかさすがにちょっとびっくりしたぞ。いつの間にそんな強くなったんだ。なんだ、泣き虫なのは相変わらずなんだな、豪輝。お前それ泣いてんの隠せるように考えたんだな。でかくなったし髪も伸びてし、その上そんなもん巻いてっから、最初誰だかわかんなかったぞ。俺のこと、覚えて。当たり前だろ。元気にしてたか、野郎ども。おっす。ほらね。ああ。たくよくそこまでこんな奴のこと追っかけられるな。ただのバカだぜ、この白バカは。おい、黒タツひどいよ。
俺中1の時ほんと弱くて、その分強さに憧れて、強がって売られた喧嘩買ったらボコボコにされて、やっぱやめとけよかったって後悔した時、ヒーローが現れたんだ。ほらほらほら、やっぱり俺もヒーローになりたいっす先輩。なれるよお前なら。シロヤ、もしかしてまた。心配すんなって。もう母ちゃん泣かせるようなバカはしねえよ。それに俺たちには。あれ？いじいじ。ああ、いたいた！何やってたんだ、アイくん。別に、なんでもない。なんだ？元気ないぞ、アイくん。いいよ、別に。俺のことはもう。バカ！何言ってんだ！大事な使命を忘れたのか？使命？ミサちゃんとの記念写真をかけたスピードの特訓やるって言っただろ？仲良し不良組でやればいいじゃん。俺の代わりにあのバンダナ君と。バカ野郎！イックンがいなきゃ始まらんだろ？なんでだよ！できるだろトランプくらい！ああ、問答無用！やっぱ俺はこっちの方が気が楽でいいや。なんだお前ら。あんたら白川さんのダチっすか？どこ中っすか？強いんすか？ちょっと、今さらなんでヤバい空気になんのよ。別に喧嘩売ってるわけじゃないんじゃない？やっぱ白川さんはトップ張ってんすか？タイマー勝負とかしたんすか？こりゃ会長が白川くんのピアス引きちぎったなんて言えないね。そんなこと！おいお前ら何やってんだ？このお方はただのスケバンではない！そう！我らの王者、我らの女神、メイド会長！メイド？そう！駆けつく者は皆メイド送り、メイドの岬の異名を取る、偉大なるメイド会長様だ！メイミラノ州姿ガイ！控えおろ！失礼しました！会長様！やめろってばこのサバサバ！誰か忘れてない？くそ、お腹空いたな。珍しい姿が見られました。おしまい。わあ、簡単に片付けられてる。薄いにまとめられたくないよな、シロヤン。ミサちゃんの感想は？あ、別にどうでもいいや。ギャン！この調子でいくと次はこの俺イックンの過去話。次回はサンバが出ないんじゃないのか。えあれ、聖火の生徒は全員覚えたはずだったが、このフードをかぶったやつは誰だっけかな。もうちょっと注意した方がいいよ、愛沢。会長、僕自力で帰ってきました。あ、ごめん雪村、忘れてた。この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。